空を飛んでいくものと聞いて皆さんは何を想像しますか飛行機でしょうかそれともロケットやミサイルでしょうかホームランボールや大砲の弾を想像する人もいるかもしれませんね空を飛んでいくものはいろいろありますが例えばこの2つホームランボールと大砲の弾は全く同じ軌道を描くこと皆さんはご存知でしたか このような重力の影響を受けながら飛んでいく物体が描く軌道これは放物線と言われますえ形が違うんじゃないかっていえいえ放物線というのは皆相似形拡大すればこの通り同じ形をしているんです知っている人からすれば常識かもしれませんがこのことはある一人の天才が登場するまで誰も知りませんでした その人物とは実験を繰り返しながら数々の自然法則を発見した近代科学の父ガリレオガガリリレレです。ガリレオの時代ヨーロッパではすでに大砲が発明されており弾道学の研究が盛んに行われていました戦争に勝つために相手よりも正確に命中させたいしかしどの角度でどのくらいの火薬を込めば 何メートル先に弾道が届くのか誰もよくわかりませんそこでガリレオは弾道の軌道が分かれば命中率を上げられるはずだと考えますガリレオが登場するまでは実験や観測に基づく科学的証が確立していませんなので意見はバラバラ弾道は力尽きるまでまっすぐ飛びその後まっすぐ落下する なんてここととがまことしやかに信じらられていいたぐらいですしかしまあ勘のいい人なら弾道が曲線を描くことには気づくでしょうただ曲線の正体が不明だったんですね有力だったのは次の4種類それぞれこの部分を拡大したものが弾道の軌道と一致するのではないかと推測されていましたでもどうしてこの4種類なんでしょうか実は この4つの曲線は古代ギリシャの時代から親しまれてきたものでたった一つの円錐から作ることができます円錐を横からまっすぐに切った時は円少し斜めに切ると楕円母線と平行に切った時はパラボラ曲線そして上から切ると双曲線というようにこれらは円錐の断面にできる曲線なので円錐曲線と言われています。 まあそんなわけで弾道がだ描く曲線は円錐曲線のどれかのはずだと主張してみるものの結局どれだかわかりませんではガリレオはどのようにしてこの軌道があの放物線の形をしていることを見破ったのでしょうかさあガリレオはまず物体がまっすぐ落下する様子を突き止めることから研究を始めますしかしか はい、これでは早すぎてよく分かりませんそこでガリレオはこんな斜面をを転がる球の様子を観察し始めますこれならば球が転がる様子がさっきよりも観察しやすいだけではなくこのように同じ時間で動いた距離を精密に観測しここから垂直の運動変化を取り出せばこれは 球の落下運動を観測するのと同じことだとだ気づいたからですそして初めの時点からの距離を計測すると距離が1対4対9といった具合の数値となり物体の落下距離が時間の事情に比例するということを発見します。さらにガリレオは斜めに投げられたボールや発射された弾道が行う運動を考える時 運動を水平方向と上下方向に分けて考えれば軌道が正確に計算できると考えます。まず斜めに打ち上げられた球は水平方向には一定の速度で進むことを発見そして上下方向には落体の法則に従って上昇落下運動を行っているということを突き止めます。こうして、直感や感や覚に頼らず 厳密に物体の軌道がどのような曲線を描くかを計算によって求め出し放物線の姿を明らかにしたのですそしてその後放物線はあのパラボラ曲線と同じ形であるということが分かりついに軌道の、えー、弾道の軌道問題が解決されますちなみにパラボラといえば、はい、人工衛星の電波をキャッチするパラボラアンテナや 天体観測の電波望遠鏡などで有名ですがこれはこの曲線は外から来た平行線が1つの焦点に集まるといいう性質を利用してまますまた逆に焦点から出た直線は反射して平行線になるという性質を利用して車のヘッドライトや懐中電灯にも活かされています古代ギリシャ人やガリレオの発見が現代ではこんな風に利用されているんですね。